あとなるべく死なない方向で。今さら言うことか。いえ、どうも妖怪たちの間でおひいさまは恋人がいくら死んでも気にされないクールな方だという噂になっているらしく。事実だろう。少しは気にしてますよ、いくらすぐ生き返ると言っても。はいはい。九郎先輩、人形に何か呪詛をつなぐものが仕込まれた形跡がないか調べてください。わかった。それより今日は時間もありますし、どこか寄り道をして観光をしましょう。来るときに目星をつけていたんです。こことかこことか。お前は幸せそうでいいな。何ですかそれは。人を繊細さのかけるバカのように。違う。何ですか。